俺は不審に思いつつ、歩みに尋ねた。何かご用ですか？すると歩みはこう言った。あんた、もしかしてネットサーフィン中？ありえないんだけど。給料泥棒は不要よ。こんなろくでなしなんて今日でクビね。はい、ご苦労様。言うまでもないが、俺はちゃんと仕事をしていたのである。でも俺は突然のことに何も言い返せなかった。今思えば、ここできちんと否定しておけばよかったのかもしれない。そんな俺の様子をにやつきながら見ていた男がいた。それは、内原だ。内原は歩みに対して、こんなことを言った。先輩ったら、ネットサーフィン毎日してますよ。ありえないですよね。俺は、部下のとんでもない大嘘に、愕然としたのだった。俺の名前は木曽健二。今年で38歳になる普通のサラリーマンだ。俺は子供の頃から機械いじりが好きだった。昔から気になるとそれしか目に入らなくなってしまう性格だったので、よく機械の仕組みに疑問を持っては分解に明け暮れていたものである。もっとも、それが元で母さんにはめちゃくちゃ怒られることもあったが、そんな俺は工業高校を卒業後、大学で工学を学んだ。そして、就職先に選んだのがこの会社、エンドレステックである。エンドレステックは、主にパソコンの部品の製造、販売を行っている会社だ。決して大企業ではないが、その品質の高さは、業界でも有名である。かくいう俺も、学生時代はこの会社のファンだったのだ。エンドレステックの素晴らしい部品があるからこそ、パソコンメーカーは高性能な製品を消費者のもとに届けられるのである。エンドレステックは決して目立ちはしないが、欠かすこともできない。いわば、縁の下の力持ちみたいな存在なのだ。俺は新卒で採用されてからずっと、システム管理を担当している。というか、実はこの会社には、俺以外にシステム管理を引き受けることのできる人間はいない。入社してから知ったので驚いたが、エンドレステックの社員は全体的にかなり高齢化が進んでいるのである。みんな老眼鏡を片手に日々仕事に当たっているのだ。そんなわけで、長時間パソコンとにらめっこしなければならないシステム管理のような業務が苦手な人間も多い。でも、俺はこの環境が気に入っている。システム管理の担当者が他にいない都合上、俺自身が必要とされていることにちょっとした喜びを感じているからだ。こういう気持ちは仕事においてもプラスに働く。この頃、俺はあることに挑戦していた。それは新しいシステムの構築である。これが完成すれば在庫の管理もより一層楽になるのだ。はるかに年上の同僚たちも頑張れよと楽しみにしてくれている。みんなのためにも早くこのシステムを完成させねば。俺はそんな気持ちで毎日仕事に明け暮れている。エンドレステックは毎年新入社員を受け入れているわけではない。むしろ求人募集することの方が珍しいくらいだ。だから俺にはあまり後輩がいない。それにそもそもシステム管理を担当しているのは俺だけなので、仕事で直接的に絡む機会もあまりないのだ。だから、なかなか仲良くなれないでいる。だが、それはただの言い訳に過ぎない。先輩たちのように、俺はもっと部下に対して交流を深めようとするべきだと最近強く思っている。何か仲良くなれるきっかけでもつかめたらいいのだが、そんなことを考えつつも、結局俺は自分の仕事にひたすら邁進していた。実は、今年入ってきた新入社員が一人いる。それは、内原という男だ。内原は、俺の大学の後輩だったりする。まだあまり話したことはないが、きっとこれから親しくなれるだろう。俺は、そんな予感を胸に抱いていた。残念ながら、内原はあまり仕事のできるタイプではない。とにかく、
ケアレスミスが多いのだ。当たり前のことだが、失敗しない人間なんてこの世に存在しない。だからそこまで目くじらを立てる必要もないだろう。でも、本心を言ってしまえば、内原にはできればもう少し慎重に仕事してほしかったりもする。まあ、まだ今年入ったばかりの新入社員なんだし、時間が経つとともに仕事にも慣れてくるだろう。俺はそんな具合に楽観的に考えていた。そんなある日のことだ。俺はいつものようにオフィスで新システムの構築に熱中していた。すると、コツコツとヒールを鳴らしながら誰かが近づいてきたのである。俺は顔を上げる。そこにいたのは氷川歩美だ。歩美は現社長、氷川貞治の娘である。いわゆる社長令嬢だ。歩美はエンドレステックの社員ではない。というか、聞くところによると仕事にすらついていないらしい。もう味噌汁を過ぎたいい大人だというのに、未だに親のすねをかじっているなんてありえない。というか、父親の会社のオフィスに無断でたびたび入ってくるなんて、社会人として常識がなさすぎだ。一体どういうつもりなんだろうか。あゆみは俺の方をじろじろと眺めている。その目つきは明らかに俺を馬鹿にしたものだ。俺は不審に思いつつ、あゆみに尋ねた。何かご用ですか？するとあゆみはこう言った。あんた、もしかしてネットサーフィン中？ありえないんだけど。給料泥棒は不要よ。こんなろくでなしなんて今日でクビね。はい、ご苦労様。言うまでもないが、俺はちゃんと仕事をしていたのである。でも俺は突然のことに何も言い返せなかった。今思えば、ここできちんと否定しておけばよかったのかもしれない。そんな俺の様子をにやつきながら見ていた男がいた。それは内原だ。内原は歩美に対してこんなことを言った。先輩ったら、ネットサーフィン毎日してますよ。ありえないですよね。俺はこの言葉に愕然とした。どうして内原はこんなとんでもない嘘をつくのだろうか。俺には一つだけ思い当たることがあった。それは昨日内原を厳しめに叱ったことである。内原が単純なミスを何度も繰り返すので、さすがに俺も一言物申したのである。きっとこいつはそのことを日付が変わってもなお根に持っているのだろう。だからこんな大嘘をついたのである。神に誓って言うが、俺は労働時間中にネットサーフィンなんてしたことは一度もない。そんなことは社会人として当たり前である。それなのに、どうしてこんなとんでもない濡れ衣を着せられなければならないのだろうか。俺は歩美に対し、待ってください、そんなこと、私はしていませんよ。ほら、パソコンの画面を見ていただければわかるでしょ、と必死にスクリーンを指さした。しかし、歩美は俺の指さす方向になど見向きもしない。こんな女を相手にしても仕方がなさそうだ。俺は内原に、内原、お前、そういう冗談はやめてくれよ。シャレにならないじゃないかと言った。しかし内原はケロッとした顔で、は？別に俺、冗談なんて言ってませんけど。先輩の方こそ、そうやってふざけるのやめてくださいよ、と言い放ったのである。タイミングの悪いことに、ちょうどオフィスから他の同僚たちはみんなで払っていた。だから俺に助け舟を出してくれる者など、今ここにはいないのである。自分で何とかしなければ。俺はどうしたらこの悪しき状況から抜け出すことができるか、頭をフル回転させて考えた。だが、焦っている時というのは、なかなかいいアイデアなど出ないものである。そんな俺を歩みは、ほら、さっき私がクビって言ったの聞こえなかったの。あんたって、給料泥棒の上に耳まで遠いのね、と馬鹿にしてきた。どうしてそんなひどいことを赤の他人に言うことができるのだろうか。俺は歩みの神経を疑った。こいつは普通の人間ではない。
ここまで他人を侮辱することができるなんて、もはや人間とは呼べない。モンスターとでも言った方がふさわしいだろう。そして、歩みに同調している内原もまたしかりだ。奴の振る舞いは、世話になっている先輩に対する態度とはとても思えない。少し叱ったくらいで部下にこんなことを言われるなんて、俺は思っても見なかった。内原は、先輩、後のことは全部俺に任せてください。先輩が思っているより俺、かなり仕事できるんで、と、俺を蔑むような瞳で見ながら言った。俺は内原の傲慢さに、唖然とすることしかできない。はっきり言って、こいつに有能さなど、微塵もないのである。一体何を勘違いしているのだろうか。内原にはこういう自信過剰なところがあるから、いつまで経っても仕事を覚えられないのかもしれない。というか、こいつはいくら教えたところで覚えようともしないのである。こんなクズを入社させてしまうなんて、エンドレステック始まって以来の失態と言っていいだろう。俺は、今まで我慢して指導を続けてきていた内原への不満が心に溢れ出してしまった。内原は他の同僚たちからの評判も悪い。こいつは自分よりはるかに立場が上の人間に対しては、おべっかを使ってペコペコとするのだが、俺のような普通の上司に対しては礼儀を欠いた言動が多いのだ。きっと他者への思いやりの心を全く学ばずに、そのまま大人になってしまったのだろう。なんとも哀れな存在である。こういう輩が存在しているという事実に俺は腹が立った。このままでは埒が明かない。そう思った俺は、あゆみと内原に対してこう言ってのけたのである。わかりました。あゆみさんの命令通り、今日限りで辞めさせていただきます。では、ご自由に。そして俺はデスク周りの荷物をまとめた。会社とは何の関係もない社長令嬢が勝手に社員をクビにできるような、そんな会社にこれ以上いたところで何も得られるものなどあるはずがない。俺はエンドレステックに憧れを抱いていた学生時代のことを不意に思い出した。こんな形で退職することになるなんて、残念以外の言葉が出てこない。あゆみと内原はさも面白そうな顔をして、俺の言動をじっと見ている。その視線が疎ましい。そして俺は荷物を持ってさっさとオフィスから出て行ったのだった。その翌日、俺はある人物と会うことに。相手はずっと俺のことを気にかけてくれていた人だ。俺がエンドレステックを辞めたことを聞いたその人は嬉しそうに固い握手を交わしてくれた。それから数日後、俺は自宅のマンションのベッドの中で眠っていた。いきなりクビにされたので、しばらくの間は幸か不幸か、通勤ラッシュの時間だろうと構わずに、いくらでも眠っていられるというわけだ。すると、俺のスマホから着信音が鳴り響く。俺はその音で目を覚ました。スマホの画面を見ると、電話の相手はエンドレステックの社長、氷川貞治だ。少しめんどくさい気持ちもあったが、しかとするのもなんだか嫌だったので、俺は電話に出た。すると貞治は俺に、今すぐ会いたいと言ってきたのである。今日はこれといった用事もない。俺は貞治の言葉を受け入れることにした。朝食を食べた後、俺が向かったのはエンドレステックのシャウックである。つい先日まで毎日通っていた場所だ。俺は社屋に入り、貞治に指定された通り、社長室へと向かう。俺が社長室のドアをノックすると、入ってくれという貞治の声が聞こえてきた。俺はその声の通り、室内へと足を踏み入れる。社長室の重厚な椅子に腰掛けていたのは貞治だ。室内にいたのは貞治だけではない。ソファーに座っていたのは歩だ。あゆみは随分と不機嫌そうな顔をしていた。俺は貞治に軽く挨拶して、それでご用は、と尋ねた。貞治だけならともかく、俺をクビにした張本人であるあゆみまでいるなんて、俺には予想外だった。
正直、首を宣告された時の心の傷はまだ癒えていない。だから俺はさっさと終わらせて帰りたかったのである。そんな俺に対し、貞治は、まあまあ、とりあえず座ってくれ、と、あゆみの迎えに腰掛けるよう促した。俺は仕方なく言われた通りに座る。すると貞治は俺に対してこう言ってきたのである。あゆみから話は聞いた。いやー、うちの娘はわがままでね。君を解雇してしまっては、うちの会社にシステム管理を担当する人間がいなくなってしまう。だから、あゆみが言ったことは全部水に流してくれ。いいな。俺は貞治の身勝手極まりないこの言葉に顔をしかめた。それから俺は、そんなことを私に命じる前に、まずやるべきことがあるんじゃないですか、と尋ねる。貞治は首をかしげながら、はて、そんなことあるかな、と言った。あゆみは、ねえパパ、こんな男別に首にしたままでいいじゃない。どうしてこんな助け舟を出すような真似をするのよ、と不満げに言っている。貞治はあゆみに、そういうわけにはいかないんだよ。こっちにもいろいろと事情があってだなぁ、となだめるように告げた。貞治もあゆみも、全く俺の言葉を聞こうとしていないではないか。俺は仕方なく、丁寧にこいつらに教えてやることにした。俺は、まずは私に謝罪してください。話はそれからですと、きっぱりとした口調で言い放つ。そんな俺の確固たる態度を目の当たりにした歩みは声を荒げた。ちょっと、何この男。なんでこんなに偉そうなのよ。っていうか、謝れってどういうつもり？あんた、わかってるの？パパはこの会社の社長で、私はその娘なのよ。俺は、そんなことは百も承知です。その上で申し上げていますと答えた。あゆみは、何よその態度は、と目をつり上げている。その顔はまるで狐のようだ。あまりにも醜い顔面から、俺は思わず目を背けた。それから貞治は俺に、そうそう、君に無礼を働いた部下の内原とかって男はもう首にしたよと告げた。あゆみはむすっとしながら、何もそこまですることなかったのにと、ぶつぶつ文句を言っている。さらに、貞治は言葉を続けた。内原を首にしたんだから、今回のことはそれでもういいじゃないか。それとも君、もしかして私たちが謝罪しないと、会社に戻らないとでも言うんじゃないだろうね。俺は、内原が首にされたことに驚きを感じつつ、その通りです。あそこまでひどいことをされておいて、二つ返事でこちらの会社に戻ってくるほど私はバカじゃありませんから、と答えておいた。俺の言葉を聞いた貞治は眉間にシワを寄せる。そして貞治は、それは困ったなぁと言ったきり、しばらく黙ってしまった。こいつらは一体何をそんなに悩んでいるのだろうか。ただ一言、ごめんなさいと言えば済む話なのである。悪いことしたら相手に頭を下げる。それは小学生でも知ってる社会の常識だ。にもかかわらず、貞治も歩みも一向に俺に対して謝罪の言葉を口にしようとはしない。こいつらのプライドの高さはエベレスト並みである。俺は謝罪していただけないのであれば、これ以上ここにいても仕方ありません。そろそろ失礼しますと席を立とうとした。そんな俺を引き止めたのは貞治だ。貞治は、まあ待ちたまえ。そもそもうちの会社を辞めたら困るのは君の方も同じだろう。再就職なんてそんな早く決まるはずはないし、と言った。俺はその言葉に首を横に振る。そして俺は、そんなことは気にしてくださらなくて結構です。もう再就職先ならとっくに決まってますから、と告げた。貞治は俺の答えに、なんだって？と目を見開く。それから貞治は、一体どこの会社で働くんだと問いかけた。こんな奴に教えてやる義務もないが、別に隠すようなことでもない。そう思った俺は、中村製作所ですと答えた。中村製作所は、パソコンの部品の製造、販売を行っている会社である。
会社としての規模はさほど大きくなく、エンドレステックといい勝負といったところ。両者はまさにライバル的な関係にあると言っていいだろう。だがこの頃、中村製作所は取引先を増やしており、その影響がエンドレステックの売り上げにも影響を及ぼしていたりする。製品の質も向上を続けており、今や中村製作所の評判はうなぎ登りの状態だ。業界内では今最もノリに乗っている会社と言っていいだろう。俺から再就職先を聞いた貞治は、よりにもよってなんで中村製作所にと大きな声を上げた。俺は中村製作所の人事担当者より以前からヘッドハンティングの話をもらっていたことを明かす。加えて、あゆみから首を言い渡された日の翌日、その担当者に会って転職の話を承諾したことを話した。俺から全てを聞いた貞治はまさに呆然自失といった様子だ。奴は椅子に腰掛け、ポカンと口を開けたまま、どこか一点をじっと見つめている。そんな父親のただならぬ様子を見たあゆみが声をかける。ちょ、パパ大丈夫？そんながっかりすることないって。こんな奴の代わりなんていくらでもいるでしょ。何も分かっていないあゆみのそんな言葉に対して貞治は、バカ野郎、何も分かっていない奴が口を挟むなと怒号を飛ばした。さっきまであんなに娘に対して甘かった人間と同一人物とは思えない。あゆみはあゆみで貞治に対して、はあ？何それ、この私にそんなこと言うなんてありえないんだけど、パパ最低と応戦した。親子喧嘩を始めた貞治と歩美はもはや俺のことなどほったらかしだ。これこそまさに時間の無駄というやつである。俺は激しく言い合う貞治と歩美をよそに、そっと社長室から無言で出て行ったのだった。その後、俺が不在になったことによってエンドレステックの社内は大混乱。システムを管理できる人間がいなくなったのだから当然のことである。業務も立ち行かなくなってしまったらしい。今回の騒動を重く見た上層部の人間たちは貞治に責任を取るよう要求した。貞治は仕方なく社長の職を辞任することに。加えて歩美の社内への立ち入り禁止も決定したらしい。その後も相変わらず親のすねをかじり続ける歩みの態度に貞治は不満を募らせていった。そんな中、歩みの妊娠が判明。相手は前々から歩みとできていた内原だった。今や半グレ組織の一員になり果てている内原を見た貞治は精神的ショックで体調を崩してしまったようだ。歩みは親の反対を押し切って駆け落ち同然で内原と同棲を始めたが、間もなく浮気されて捨てられた。身重の歩みを助けてくれる人間は誰一人としていない。一方、俺はといえば中村製作所で楽しく働いている。職場はすごくアットホームだが、社長の娘がずかずかとオフィスまでやってくることもないのでとても快適だ。先日、俺はエンドレステックで使用するつもりだった新しいシステムを上司に提案した。すると上司からかなりいい反応を得られたのである。その結果、このシステムが採用されることになった。俺が今までやってきたことが無駄にならなかったのはとても嬉しい。俺はこれからも自分の好きな仕事に邁進していきたい。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。